おはようございます、えーとお。久しぶりという感じでですねあの、まあ、ニュースがね、えー、ともう偏っちゃってあの新型コロナウイルスの検視かまあねどこもあの一般の報道機関も、えーとまあ、インターネットメディアもねあのそほとんどそれしかしなくなって。 まああのね大,大統領選挙とかねあのアメリカのね大統領のスーパージューズでとかあったんですけども全然消えて消えちゃってるっていうかまあトランプさんがね再選するっていうのはもう大方の予想なんでねあのまあねあんまり日本関係ないよっていう感じですよねあのそんな感じなんですけどもまああの今日ねえー、っと <laughs> まあ,あのや,やっとっていうかまあちょっとねあのまあ日本でもねあのまあ買い,買い出しっていうかあのねえっ、ー、とトイレットペーパーなくなったりまあマスクはねないのは分かってるんですけどトイレットペーパーとかねあのお米とかね <laughs> なんでそん <laughs> あのね ままあね、まあねその話はまあ別でしようとは思うんですけどもえっ、ー、と中国がね、えー、まあ,あの新型コロナウイルスをの収束宣言を出し,出し始めてるっていうかね まあ、嘘だろ、お前っていう感じ。まあ、皆さんね、まあ、それはもう分かってるんですけども、でも、やっぱり、まあ、オールドメディアなんかは、あのね、あの、まあ、嘘だろうとはって言えないんでね、言えないんで、まあね、その報道はしないんですけどそういうことを言い出してね、あの、まあ、日本がね、あの、まだ、あの、 コロナウイルスがあのこれから広まるんでねかわいそうだみたいなねそういう、まあ、表現を、まあ、し始めてるんですけどもあのまあ情報としてはですね、えーとまあ、あのインターネットの記事であのそういう情報が上がってるんですけどもなんとウルード氏 ね、あの2月の29日にですねもう完全に収束宣言をするっていうねあの、まあ、そういう記事なんですけども、まあまあ、あの書いてる通りで湖南省2月の29日安徽省2月の29日えっ、ーえー、省って読むのかな厚生月のあ湖南省か湖南,湖南省を、えー で、厚生省を2月29日湖南省2月29日って何なんだっていう感じなんですけどもねあのまあ収束宣言ですよね。えー、っていう感じなんですけどもでねあのこの湖南省をちょっと見てみるとですね2月の28日から29日まで。 あの新しくねあのウイルスかかった人患者さんが1人しかいなかったっていう発表をしてるんですよね。で次の日ですよ2月の29日から31日なんと0人。ソ連の,の0人じゃないですよ。あ <laughs> の1日から2日なんと0人。 共産主義だからレニンじゃないんですけどもレーニンなんですよすごい話ですよねもう完全にそのつもりでこう動いてるっていう話なんですけどもまあねこ,こ,これはねどうなってまあそういう話になったかっていうとですねあのまあ2月の、まあ、初旬から中旬にかけてですねまああの 経済の専門家中国の経済の専門家、門家劉正樹さんっていうのかな、がね2月の、えー、と末に、えーとまあ、しゅまあね収束しなければね、ね経済大打撃、まああのねうん、あの工場とかねオフィスとかいまだにこう休んでるところとかあったじゃないですか、だから収束しなければ、えー、と大変なことになると。 まあ要するに働かないとね飯食えなくなるよっていう話なんですけどもねまあそりゃそうだろうなっていうまあこっちだってねもう仕事がないここでまあ仕事がそれでなくても仕事がないと,ところにますます仕事がなくなってねもうみんな困ってもるんですよねもうひどい話なんですけども僕だって困ってますよでねえー、っと じゃあどういうことかっていうとまああのね例の,あの C 国の,、A、のトップの人がねこういうことをまあ言ったらしいんですよねあの経済がね復活しないと3月から復活しないとね共産党員が1000万人死ぬというふうに言ったらしいでえっ、ー、とねそ,それよりもやっぱり あの人が優先だとかって言ってあのこのままそ,そのね、えー、と収束ずっと収束するまであの仕事をしないとねあのまあ共産党員が死ぬんですけどもでもねあのこ,れこれで経済復活させたら復活させてねあのまあねあの下,下の方であの労働者ですわ。 工場とかで働いてる労働者がねあのかかってねバタバタ死んでいこうがねあの中国にはねなんと十十四億人もねあの人民がいるわけですからねそんなねちょっと死んだだけでもう全然大丈夫だよみたいなだから一千万人ね人民が死んだ死んでもねいいよっていうふうに言ったというね噂が流れてますね亡亡ね亡屍国のあれ一番偉い人がそんなこと言ったと。 でねよく考えてみるとなんかねあのー、C 国がねあの2月の中旬ぐらいからなんか、ね、日本の方にスリ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 擦り寄ってきてね「ねあ日本はいい国ですね助けてくれてありがとう」とかってそういう言い始めたじゃないですかなんかねき気持ち悪いなとかってみんな思ってる人とかいたと思うんですけども。ね であのですよね2月の終わりぐらいからなんかねあのティッシュ配りの,あの中国人の人たちが登場 <laughs> ティッシュクラブ配りじゃないや <laughs> マスク配りの,あの中国人が現れなんだよそれ」とかってそ,そのマスクどこのやつやとかってもしかして某県から送ったやつじゃねえかとかね。 そういうふうに思っちゃうんですけどもね、怪しいですよね。なねマスクで回り回ってこっちに降りてきてね変だなぁとかって思ってたら、なんとねあの大物ね、ジャック・マー ジャック,マージャックバウアリババの,あの創始者ですよね会長辞めちゃいましたけどもねなんかまあ,あの株持ってるんでねあの孫さんと一緒に株持ってるんでねこんなね辞めたってねあの左打ちの生活できるんでしょうけどもねあのその人がね100万枚。 あのマスクをるとかそれどっから100万枚出てきたんやとかっていう感じですよね。大体中国だって今まだ足りあの、ね、マスク足りないのに、ね、別に日本,日本に、ね、送るのは日本だってマスクないですけどもね送らなくていい,い,いのにねそういうなんかちょっとあコスパがよいっていうかねあのそういうことまあちなみにね多分ね アリババエクスプレスっていうのはね簡単に買えるんです。今もう日本語のねサイトもできてるんで、あの日本人も簡単に買えるんですけども。 あのアリババ自体アリババはま問、あ、屋売りするんであ,のある程度高いものだったら1個でも売るんですけどあの安いものだとね100個単位とかそうじゃないと売らないんですけどもまああとねや,やり取りがあのまだ中国語と英語しかないんであのまあ多分日本人できない人。 でできないいいいっぱいいると思うんですよ、まあ、ちなみに僕はあの取引しててねあの買ったりしてるんでまあでもね経済活動っていうのはねそういう金払うんだから関係ねえよ いいいうううう感じで、あのね、そういう風に、ね、見ないともういけない僕はもうねあの人に恩とかをねあの別に売るつもりで売ったわけじゃないけどあの困ってるんだったら助けてやるよとかって若い心とかそういう気持ちでねいろいろあったんですけど結局恩はね返ってこないです自にあの,、ね、あの言葉って、ね、間違いですね全然返ってこないですけどもまあそれはいいとして。 まあそのねジャック・マーさんがねあの100万枚あのなんかプレゼントするよとかって言ったらね法務、うん、<laughs> 大臣の森雅子さんがねおもろ手を挙げてね「ありがとうございます」とかでツイッターに上げたらね 大炎上してねもう,そうすっ失感食らってるっていう話まあそうですよね法務大臣が言ったらだ経済のね経済あの世耕さんとかねああいう人が言うんだったらまだいいんですけどもねあのねあの人とかね <laughs> あ,のあ,のあのおじさんとかね言うんだったらいいんですけども法務大臣ですからねでこの人ね前テレビに出たの見たことがあるんですけど まあすすごい慎重なんですよねあの何聞いてもねそれは答えられませんそれは答えられますお前テレビに出てくるんなよって答えられないんだったらテレビに出るなっていう話ですよね。 本当に答えられないんだったらテレビに出るなっていうのんかね考えてあの言えよっていう感じなんですけどすごいそういう慎重な人がやっぱりね金の金だよな世の中金ですよ僕もそう思います金だよね金顔を持ってる人にはスリスリすり寄りたいっていうかねまあ一緒に写真撮ってるのを見つけたんでねのけておきますけどもねわあすごいなっていう感じなんですけどもね まあいずれにしろねあの日本でこうやってねあのまあもうねあのコロナウイルスどうこうっていうのがねみんな分かってきてるわけだからねそう簡単にね収束なんかしないっていうのはみんな分かってるんですけどもあのやっぱりね踊らされるんですよマスコミにねだからね。 あの注意して、えー、と見た方がいいのとあとやっぱりねあの僕なんかもそう思うんですけどもやっぱりもうやっぱり中国人入れない方がいいと思うんですよ。思うんだけどやっぱりねあの前はね 日本の方で忖度してたらみたいな感じはしましたけども今度はね中国の方があのそうさせやしないっていうねスリスリすり寄ってきてねやってんですよねまあしょうがねえなとか別にさ今電話会談とかできるんだからさなんかわざわざ来る必要ないと思うんですけどねものだけ送ってくれりゃいいやっていう感じじゃないですか別にね。あの 自動車部品だってねネジネジ1個ね汚染されてるはずまあ汚染だってねあの船,の船に乗ってくれやそんなね消えちゃいますよだからねそんなことする必要ないのにね本当に変,変にやっぱりこうメンツとかなんかでねあの頑張っちゃってるっていうところはありますよね。 まあそれはいいですけどもあのの僕もそうですけどもあの実際ねあのこっちも仕事がやばい状態になってる人,人たちもいるんで確かにね経済学者の人たちはねあの常連さんとかそうなんですけどもそん、ね、あ彼はね最初からそういうことはもうどっちみち広まるんでそういうことはする必要ないっていう確かにそれもそうなんですけども逆にね日本で、えー、とまああれですよね 噂がルフしちゃって、えーとまあね、居酒屋とかに誰も行かないしね、コンサートはやめるしね野球場なんか無観客試合なんかやってるじゃないですかもうねそまあ確かにねそう,そうやって、えー、とあのオリンピックを何としても開催するっていう気持ちを出すのはいいんですけどもね 本当にね、それでね、仕事がね、行き詰まって、あの本当に、えっ、ー、と、ダメになっちゃう、あの、個人事業主なんか、僕もそうですけども、本当ね、あの、蓄えが全然、僕も蓄え全然ないんでね、そういう人たちがいっぱいいるんで、まあ、そ,そ,それはそれでね、あのね、えっ、ー、と、きちんとやってほしいとは思うんですけども、 まあなあ、これ日本人だから、僕も,も日本人信じてないんで、周りのね、<laughs> 周りのね、ほとんどの日本人信じてないんで、まあ、しょうがねえかなとかと思います。はい、話以上です。